日本九州地方鹿児島県鹿児島市意識一式は、鹿児島県鹿児島市の町名。旧鹿児島郡鹿児島近在城意識村、鹿児島郡意識村大技城意識。意識一丁目から意識八丁目及び意識町があり、意識一丁目から意識八丁目の全域では、住居表示を実施している。人口は7802人、世帯数3753世帯。 郵便番号は、意識は1丁目から意識8丁目まで、すべて890の0008、意識町は4710から4741及び4747 47から4761から、3は891の1203、その他は890の0003。鹿児島市の中北部、高月川の中流域に位置している。町域の北方には南吉町。 花の光が丘、南方には、小野、小野町、下石西方には、犬は間町、東方には、丘の原町、西石千年、下田町、石木街がそれぞれ隣接している。町域の中央部を甲月川が南北に流れており、それに沿って国道3号が通っている。また北東部から南西部を九州自動車道が通り、 鹿児島北インターチェンジが所在している。福岡方面とイブ方面の出入り口は、大月側を挟んで、反対側にあり、国道3号とイブス側、出入り口を結ぶ鹿児島県道18号、鹿児島北インター線が通る。町域内には1961年に、鹿児島市電意識線の内市も意識電停から上、意識電停間が開通し、上、意識電停が設置され、 1962年に意識庁伝帝に改称された。1985年に意識線の全線が廃止されたのに伴い、上意識伝帝も廃止となり、町域内から駅は消滅した。上意識村という地名は南北長期より見え、薩摩国鹿児島郡のうちであった。昌平13年の島津氏久手外城に、鹿児島郡内上意識村児島職と見えるのが上、 意識の地名の所見であると考えられており、この当てがい状により、山田忠行に頭つが割れた。同年には上意識村及び下田村の自当職が、山田忠行に頭つが割れた。江戸期には、鹿児島郡鹿児島近在のうちの上意識村となり、村高は、天保豪町では1886国余り、急行給料では1820国余りであった。村内の屋には、 藩の役所が置かれた。光月川には文化年間に霧石を積み上げた石石が作られ近隣の村に灌漑用水として供給していた。1889年に町村制が施行されたのに伴い、鹿児島近在の内上石木村をはじめとする八村の区域より石木村が成立し、江戸期の上石木村は石木村の大技、城、石識となった。 1950年には、石木村が鹿児島市に編入され、上石木は鹿児島市の町名、石木町に改称した。1977年には、石木町の一部より分割され、千年1丁目から2丁目、西石木1丁目から西石木7丁目として成立した。1977年には、九州自動車道が開通し、鹿児島北インターチェンジの共用が始まった。 その後1985年に、長域の中心を通る国道3号を通っていた鹿児島市電意識線が廃止され、国道3号の片側三車線化が行われた。1993年8月6日に発生した平成5年8月豪雨では、長域の西端を通る高月川の氾濫によって浸水し、多数の死者出るなど多くの被害を受けた。 1995年10月5日に、下石意識町の一部が、意識町に編入され、2002年には、意識町の一部から意識台1丁目から意識台6丁目が分割され、翌年の2003年には、意識町の一部で、住居表示を実施するのに伴い町名整理が行われ、意識1丁目から意識8丁目が設置された。鹿児島市立意識小学校慶安部。 鶴田義行像公共史跡教育郵便寺社、その他市立小中学校に通う場合、学区は、鹿児島北インターチェンジ高速自動車、国道一般国道主要地報道。ありがとうございます。